皆さんこんにちは、安藤さくらです。本日はドッカンフェスブロリー編再再リベンジガシャ回していきます。わーい。さあ3度目の正直となるか、それとも2度あることは3度あるとなるのか、ちょっとドキドキしております。3回引いて1回無料が明日までなの、あと1日までに556流石貯めました。はい、なので120連かな、マックスやってもちょっと第2弾のビーストが激アツそうなので、まあなるべく少ない流石で抑えたいと思っております。では早速参りましょう。ちょっとこれで当たらなかったらどうしよう。結構使ったよ今回。900流石はもうブロリーに使いましたからね。頼むよ。もう今週1週間もう同感バトル毎日 4,5 時間 3,4 時間やっててもう電車の移動中とかずっと同感バトルやってました。この思い伝わってると思います。いきます、20連目。なんかちょっといつもより気合が入っちゃう、ね、バトルスペクタクルのステージ3のゴッド SS 悟空、ゴッド SS 孫悟空のステージがどうしてもクリアできなくて、他のステージは全部クリアできたんですけど、なんかちょっとブロディ手に入れてブロディで臨みたいなと思っていて、さすがに当てたい。はあ、では30連目になります。お、ちびっこ2人、どうだろう、ね、今日のフリーザ様は、さあドラゴンボールよ、このフリーザ様に永遠の命と若さを与えなさいとおっしゃっておるので、私はドラゴンボールにブロリーを願いたいと思います。復元しましたね。まあまあ、では40連目です。頼む、80連で収めたいベジータ、来い。あー、以上なしか。うわー、どうした、私ブロリーとは会えないのかな。ちょっと第2弾のために流石取っておきたいですよね。あー、ちょっとビースト激アツだよな。ミラ私持ってないかも。うわ、はい、では50連目かな、あ違う、そっか50連目。おオンリー、これあかんのではあー、どうしよう。80連120連までやるか悩むな。
第2弾がなあるからな。ブロリー欲しいよ。でもさ、あと1回回しとけば出てたかもとか思うと回したくなっちゃうんだよね。お、クリリン、ちょっと静かに。いいよ、いいよ、いいよ、お願い、お願い、お願い、本当にお願い、本当にお願い。本当にお願い。大属性のブロリーでした。もう虹です。これそうだ、このドッキリがあるんだった、忘れてた。あー、これももう虹になるかな。ちょっと一瞬来たかと思っちゃった。うわー、ドキッとした。よいよいよいよ、全然来た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 。やばい、かわいい全ちゃん。心臓止まりそうだった。伝わっただと思います。すごい、なんかブロリー当たってほしいってみんな願ってくれて本当にありがとうございました。いやー嬉しい、これはこれは嬉しい、すごい思い出に残る嬉しさ。うわー、こんな3回目のリベンジしたことなかったもん。わー、引いてよかった。わー、これで気持ちよく第2弾迎えられそう。わ、嬉しい。わあ、ちょっと無料分やっちゃいますね。わあ、嬉しい。いやー、もう今年最高だ。やっぱこの周年イベントを気持ちよくね迎えられるとね、調子いいですよ1年きっと。わあ、最高。これでちょっといろんなパーティー組めるな。やっぱスーパーボスリーダーが欲しかった。もういいよ、みんなみんな誰が来ても嬉しい。ありがとう。はい、というわけで3度目のリベンジ大成功となりました。ちょっともう1回目の大属性のブロリー来た時は終わったって思ったけど、ちょっとゼンちゃんが来てくれて見事ブロリーゲットとなりました。あ、嬉しい、幸せ。ちょっと皆様に早く報告したい。うわ、嬉しい。皆さん本当たくさんのコメント、応援コメントなどいろいろありがとうございました。
無事ブロリーを聴けたので、次は第2弾皆さん一緒に楽しんでいきましょう。第2弾のキャラクター楽しみですね。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後まで見てくださってありがとうございました。